はい。どうも皆さん、こんにちは。ゆずこです。それでは今回なんですけども、D ポイントスーパー還元プログラム大幅変更、スカイラックグループの D ポイントを導入へ、4月のユニクロは D 払いでお得に、ということで今回は D ポイント、そして D 払いの話題についてお伝えしていこうと思います。キャンペーンですとか、あと還元率などのちょっとした変更などがありましたので、まあ最後まで楽しんでいただければと思います。それでは行ってみましょう。 ということで、まずは D 払いの話題から行ってみましょう。こちら今出てるように D 払いでユニクロ対象エアリズムを同時に2枚購入すると1枚分 D ポイント還元ということで、まあこのキャンペーンは簡単に言うとエアリズムというインナーがあるんですけども、それを1枚 D 払いで決済したらもう一つが、まあ、1枚分実質浮いちゃうというようなキャンペーンとなってます。これいいですよね。ちなみにこのエアリズム実際に着てますかね僕は結構ですね、まあめちゃくちゃ愛用してました。 そして夏も普通の T シャツの下にこのエアリズムを着たりとかまあ、ちょっとね暖かくなりにつれても今実質もう春にも近いので今もこのエアリズム結構着てるんですが本当にこのインナーはめちゃくちゃいいですでこのキャンペーンなんですけどもまあ、ちょっとした内容としてはこんな感じですね まず今先ほどお伝えしたように、期間中キャンペーンにエントリーして、対象のエアリズムインナーを同時に2点 D 払いで購入いただくと、1点分の D ポイントを後日還元するキャンペーンを実施しますということですね。今回こちらユニクロのキャンペーンページ見てまして、まだちょっとドコモの D 払いのキャンペーンのページには出ておりません。そしてまあこのキャンペーンの期間なんですけども、4月の1日から4月の9日木曜日までとなっております。で、キャンペーンのページにも記載があったんですけども、土日 は混雑する可能性がありますと出ておりました。まあちょっとねこのキャンペーンは。 以前あったペイペイの大型のキャンペーンの時にも、まあユニクロのキャンペーンがあったので、まあちょっとそれに近いのかなと思うので、まあできればまあ平日行ける方は平日利用して、まあ最悪結構土日でもね、早い時間帯から行くのをお勧めします。そして今回は対象商品ということで男性女性もそうですし、お子様用もあるということですね。で、まあこの金額は990円税抜きということで、まあぶっちゃけこれ来たことある方わかると思うんですけども、めちゃくちゃこれコスパ半端ないです。まあもうこれにつきます。 でこのキャンペーン残りの細かいところですね今回はユニクロのアプリと d 払いのアプリどちらも必要となります で、ユニクロのアプリの会員 ID のスキャンというのが必要となるので、まあ、今回ユニクロのアプリを入れていただく必要があるんですけども、まあ、実際どんなものかというところなんですが、こんな感じでですね、以前あの僕がユニクロで D 払いで決済した動画をお伝えしたと思うんですけども、こんな風に会員 ID をスキャンする場面というのがあるので、そこで自分のユニクロのアプリに登録してる ID を、まあ、バーコードを提示するということになります。以前ですね、その、ん、あの PayPay のキャンペーンの時とかに、このユニクロの アプリの登録をされてない方っていうのがめちゃくちゃいたらしくてですねもし今回のこのキャンペーン利用する際には必ず d 払いはもう使われてる方多いと思うんですけどももう事前にユニクロのアプリも無料でインストールすることができますので簡易登録などを事前に行っておくことを強くお勧めしますそして今回は d 払いのコード決済のみとなっておりますのでもしですね d 払いの id 決済使われてる方はできませんので対象ではないので、まあ、d 払いのコード決済のみとなっておりますであとは対象の商品2点以上の購入が条件 とととなななっっててておおりりまますすのので点点だけじゃなくて2点以上というのが条件となっておりますそしてちょっと今回のこのキャンペーンに関連するんですけどもまあユニクロともう一つ GU ですねまあご存知の方多いと思うんですけども GU でもキャンペーンが同時開催されますまあそのまま読むと D 払いで GU で対象の T シャツを同時に2枚購入すると1枚分の D ポイント還元ということで期間は先ほどのユニクロのキャンペーンと同じとなっております4月の1日水曜日から4月の9日木曜日でこれもまあエントリーが必に でキャンペーン参加可能となっているんですけどもこちら気をつけていただきたいのはユニクロのキャンペーンと合わせてお一人様1回限りとなっておりますなのでまあどちらかということになりますねまあ僕としたらもうあの前回動画でもさせていただいたんですけどもユニクロで D バレで決済した時にエアリズムを実際購入しているのとプラス元々持っている分も結構あるので今回はまこのキャンペーンで自由で T シャツを使おう買おうかなという風うに僕は思っておりますまあぜひですねまあどちらを利用するか っていうのはまたご自身で検討してみるのもいいのかなと思います実際にどこの店舗で D 払いが対応してるのかっていうのも公式ページでも確認ができますので一応ぜひ下のリンクチェックしてみてください以上がユニクロ D 払いのキャンペーンについてでしたそしたら次ですねじゃんということで昨日ちょっとニュースにも上がってたんですけどもスカイラークグループが D ポイント利用可能にということですねこれまたちょっと意外でしたねで今回導入されるのは4月の1日からこのサービスっていうのが導入されます もともとスカイラックグループ、まあ、いわゆるそのガストとかなんですけども、まあ、ガストに関しては結構その t ポイントを結構押してるとこではあったんですけども、今回からま、4月の1日から d ポイントが利用可能となります。で、今回導入されるスカイラックグループなんですけども、まず店舗としたら、ガスト、バーミアン、ジョナサン、シャブーヨユメアンなどのお店が、ま、今回は対象となるということですね。まあ、全国で2800店舗ということと、プラス200円ごとに1ポイント がつくということになりますいや、いいですよね。ほんとここ最近 D ポイントが使えるお店とかたまるお店っていうのは結構増えてきてるので、本当にこう D ポイントユーザーからしたらめちゃくちゃ嬉しいのかなと思います。というか結構スカイラックグループが最近すごいですよね。というのも、まあちょっと前にも動画にしたんですけども、スカイラックグループでは D 払いもちょっと前に導入がされました。まあ今出てるようなガストとかバーミヤンとかですね。こちらも D 払いで決済できるようになってるので、まあほんとスカイラックグループはそのポイント関連もそうですし、使えるお店とかも本当に 徐々に増えてきてるなという印象ではございます以上が D 払いのキャンペーンについてでしたそれでは最後こちらですねダンということで D ポイントスーパー還元プログラムについてお伝えをしていこうと思いますまあ、今回のメインといってもおかしくはないんですけどもまあ、今回ですねこの D ポイントスーパー還元プログラムのまあ、かなりまあ大,幅な大幅な変更がありましたのでまあ、それを一緒に見ていこうかなと思いますまあ、その D ポイントスーパー還元プログラムっていうのは簡単に言うとその条件をクリアするごとでまあ、その還元率 D ポイントがもらえる分の還元率を アップすることができるというようなものとなっております、まあ、元々ね結構利用されている方もちょくちょくいらっしゃるのかなと思うんですが今現在2020年5月の9日までの還元率アップ条件ということなんですけどもこれが今出ている通りですねもうパパッと読んでいくと D ポイントクラブステージ D カードでのドコモご利用料金お支払い D マーケット等一押しパックダゾンフォアドコモディズニーデラックスというような感じで、まあ、これらの中のそれぞれ条件をクリアすることで1%であったりとか2% 還元率をアップするるこことととがでできるということで今回はこれが大幅変更されます。それがこちら今出てる通りなんですけども、今度変更後の2020年の5月の10日以降の還元率のアップ条件となっております。まあ、ちょっとせっかくなので上から見ていきましょう。まず一つ目は D ポイントクラブステージ。当月の D ポイントクラブの会員ステージがプラチナステージであることで1%ということで、まあ、D ポイントのいわゆるそのステージ、まあ、ランクみたいなのがあるんです ですけども、それがプラチナステージであれば還元率がプラス1%上がるということですね。まあ、ちょっと、これは僕自身はまずもう無理かなと思います。で、次 d ポイントを貯めた回数ということで、これ判定条件は前月の d ポイントを貯めた回数の合計で判定するということなんですが、これですね。ちょっと右の方還元率のまあ、ちょっと回数の方を見ていただきたいんですが、1月に50回から99回クリアしたらプラス0。.5%。 なおかつ、一月に百。 1回以上をクリアすることで1%ということになります。まあ、ちょっとこれ、あの、すごくなんか聞いたことがあるような回数の条件なんですけども、これまあ本当にね、まあ、1ヶ月って確かまあ30日から31日ぐらいしかないのかなというふうに記憶には僕はあるんですけども、1日にね、本当最低でも2回ぐらいしないと、これは条件をクリアすることって難しいのかなと思います。まあけどね、D ポイントも、D ポイントのキャンペーンとかでこまごました、ちょっとしたキャンペーンをまあ回数をこなせば、もしく そしますねそして次ですね。D カードでのドコモ料金お支払い加工、ゴールド会員限定ということで、前月末時点で D カードゴールドを契約者がドコモのご利用料金のお支払いに D カードを設定していることでプラス1%ということで、これも本当にあのドコモユーザーかつプラス D カードゴールド。 っていうふうにもう限定がされてるので、まあドコモユーザーからしたら結構これは条件としたらクリアしやすいのかなと思います。 で、次、ネットのお店のお買い物ということで、前月にご利用した以下、1から4のネットのお店のお買い物の合計金額で判定するということなんですけども、その1から4が D 払いのネットでのお買い物であったりとか、ドコモ払いでのお買い物、SP モードコンテンツ決済でのお買い物、そして D マーケットでのお買い物、まあこれは月額とか都度課金もその反映されるということなんですけども、それをトータルで還元率で見て、2万円から4万9999円、 1>, 1ヶ月使ったとしたら、これで1%がプラスされて、5万円以上の場合はプラス2%されるということですね。まあ、これはどうかなと。これもちょっと僕も、そんなに、まあ、D 払いのキャンペーンとかがあればね、その2万以上使う場合もあるかもしれないんですけども、頻度としたら、まそんなに多くならないのかなと思います。これ実際どうなんですかね。そして最後、こちらですね。D カードの請求額、前月の D カード請求額、各行前月10日の確定請求額で判定するということですね。 ということで、まあ、いわゆるそのクレジットカードの D カードですね。これで10万円から19万9999円を一月で使ったらプラス1%で、20万円以上一月使ったらプラス2%ということで、生活の全ての支払いを D カードに特化されている方であれば、場合によってはね10、10万円とかいくかもしれないんですが、 まあ、ど、これもどうなんだろうって思いますね。10万円ね、一月使うことっていうのは、よっぽどのことがないと僕はまず使わないので、まあ、これはちょっとクリアするのは、ちょっと難しいのかなっていうふうに思いました。まあ、これを全部トータルして、プラス7%還元とされるということになりますね。まあ、どうなんだろうって思うんですけども、以前の場合は、ま、ちょっとした条件クリアで1%とか還元率上げることはできてたんですけども、今回から結構かなり厳しくなってるのかなというふうな印象で はありました、まあそんなこんなで今回は D 払いそして D ポイントについてお伝えをさせていただきました、まあ、先ほどねお伝えしたイニクロとか GU のキャンペーンについては僕はまあ実際に先ほどお伝えしたように、まあ、GU のキャンペーンにも参加してみようかなと思いますので、まあ、気になる方はまたその4月もう少ししたら多分キャンペーンのページもまあ来週あたりに出るかなと思うのでぜひ気になる方はチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました 昨日ですね、まあちょっとした発表がありまして、あの、ローソンなんですけども、もともとその JCB の昨日ですね、まあ、ちょっとした発表がありまして、今出てるように JCB の企画でもあるスマートコード、これがもっと今度からそのローソンに導入されるということなんですけども、それが導入する、されることによって何が起きるかっていうと、今下に出てるような決済方法が、まあ、ローソンでも使えるようになりますよということになります。まあ、一例と一例というよりか、まあ、出てるように送金アプリのプリンであったり、 とかあと、あとね、K プラス銀行ペイということなんですけども、まあ、なので、まあ、これらが対応することで、まあ、ほとんどのスマホ決済はもうローソンで使えるようになるのかなと思います。銀行ペイもほんといろんな銀行ペイがあるので、もともとそれを使われている方もローソンでも使うことができるし、まあ、最近はね、プリンのユーザーの方も結構増えている僕は印象があるので、まあ、プリンもね、結構使えればかなり便利になってくるんじゃないかなと思います。ということで、ありがとうございました。